はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。8月15日、終戦の日ですね。靖国神社正殿参拝懇親会開催いたします。詳細は党員メールをご覧ください。中国人、韓国人、お断りの大久保バルさん。どっちもですね、中国人と韓国人に迷惑をかけられた結果、韓国人は居座り、中国人は脅迫された結果、こうなったんですけれども、いい韓国人もいるであるとか、いい中国人もいるみたいなことを言うやついるんですけど、そりゃいるでしょうけれども、じゃあお前は噛まない犬もいるって言って、すべての犬の前に手出すのかと。こんなの噛まれるよね。かからない犬もいるって言って、狂犬病のワクチン注射しないのかと。あるいはその他のね、ジステンパーとかの、ワクチンやらないのかと。うちの犬はかからないかもしれないっつってね。盗まない人もいるっつって、自宅に鍵かけないで外出すんのかと。って言ってもですね、そういう人は、理解しないんですけどね。まあそういう人には関わらないのが一番ですかね。まあまあ、そういうふうに言うやついるっていうことで、いい中国人もいるであるとか、いいクルド人もいるであるとか、そんなこと言うやつ必ずおるんで、騙されないでください。じゃあお前は、全部の犬の前に手出すのか、言ってみてください。パリ五輪単身、今日開始予定だったトライアスロン競技、セーヌ川の水質が回復せずに、明日31日に延期に、26日に雨降ったんで、ちょっと水かき回されて汚れてんですよねなんて言ってるらしいんですけど、26日からだいぶ経つけどな、明日になってもやれるかどうかわからない状態だそうであります。110年前にね、すでに汚くて泳げないって判明してんのに、110年間何やってきたんだと、頑張ってきた選手たちがかわいそうですよ。スケボー男子ストレート競技、ストリート競技で、堀米雄斗選手、25歳が金メダル獲得。東京五輪に続き大会2連覇だそうであります。強いなぁ。体操男子団体で日本チームが中国チームを大逆転して金メダル、2大会ぶりの金だそうであります。大逆転したっていうか、中国チームがずっこけたっていうか、大失敗したっていうか、最後の最後でね。柔道女子57キロで船久保遥香選手が銅メダル獲得。馬術障害走で日本チームが銅メダル取りました。馬術でメダルを獲得したのはですね、1932年のロス大会以来92年ぶり。すげえ。やっぱり馬は欧州勢が強いんでしょうかね。馬も熱かったでしょうね。馬術部がそもそもないからな、大学にな。麻布大学の馬術部、私が今は麻布獣医大学って、昔は麻布獣医大学って名前で、今は麻布大学ってなっちゃいましたけれども、馬術部は結構な規模で立派な馬場があって強かったですよ。馬もね、20頭ぐらいいたっけな。さすがね、軍馬のメンテナンスのために麻布駐屯地に発足した組織が元です、麻布大学って。今は相模原にあるんですけどね。大人だけやって、馬術部立派なのは伝統だな。一回だけですね、馬術部の馬骨折しちゃって、安楽死に立ち会ったことが ありました。学生の頃に、部員が泣いてて、気の毒だったであります。馬の骨折って大腸の問題で治せないんですよ。馬って大腸で消化するんですけれども、横倒ししとくと、大腸腐って死んじゃうのね。だからといって立てて、なんか針金でなんか繋いで、立ててなんて言ってもですね、馬の足の骨の直径こんなもんで、こんなもんのところにですね、何トンもの力が加わるもんだから、ピンで止めようが針金で結ぼうがみんな取れちゃう。取れないようにやると、まあ穴開けて、ねじ込んだネジのネジ穴ごと砕けちゃうっていうか、馬の骨折は治せないですね、なかなかね。どうやればいいんだろうって話なんですけど、何ヶ月もね、骨つながるまで
鎮静剤与えて、ぼーっとしとくってわけにもいかないし、じゃあ、体つったらどうだのって話もありますけれども、体つったりなんかするとですね、馬すごい暴れんですよ。めちゃくちゃ暴れんの嫌で、まあ、ビビリな性格っていうんですか、そういうのもあって、馬の骨折しちゃうと大体は安楽死になっちゃいますね。現在日本勢が獲得したメダルは合計6個で首位となりました。これをフランス、オーストラリア、中国、韓国の5個が追う展開。韓国も結構取れてますね。何の競技か知らんけどね、何の競技で優秀なのか知らんけど結構取ってんな。掲示板ではですね、日本の首位が不満なホロンブだか、ゴモだか、パヨが発表しておりました。どうせ今だけとか、陸上が始まったらすぐ抜かれるとかね、そんな憎まれ口叩いてっからますます嫌われるんですよね。7人制ラグビー日本代表選手が選手村の中で窃盗被害、現金約50万円や、まあ、7人全員盗まれたのかな。結婚指輪、ネックレスなどが盗まれ、警察に被害届提出。まあ、ネックレスだの指輪してはラグビーできないですもんね。まあ、ちょっと危ないっていうかね。選手村の中で盗むって、選手か職員か関係者しかいないよね。そん中入ってけるのってね。そういえばパリ五輪にはですね、中国と韓国も参加しているそうですね。で、選手村に中国人選手、韓国人選手もいるみたいですね。カナダ人ミュージシャンと不倫してホテルから国会に直行した広瀬めぐみさんに、58歳、まあ、エッフェル仲間でもあるんですけど、第二公設秘書に勤務実態がなく、2年間にわたって数百万円以上の給与を騙し取っていた詐欺の疑いで、東京地検特捜部が自宅や事務所を家宅捜索。辻元と同じパターンの秘書給与詐欺ですが、辻元は執行猶予ついたんですけど、詐欺についてはですね、法律がうんと厳しくなってんですよ。一発実刑やっかもしれないですね。世論です。うわ、もう国会議員としては次ないな、辻元パターンか、こいつもエッフェル一味、脱税の方も捜査しろよ。騙し取った金でベンツ乗ってふり騙し取った金でベンツ乗ってふり、犯罪組織自民党、これが本当の公金中中、議員全員調べた方がよくね。家宅捜索までされたら無罪を勝ち取るのは難しいだろう。まあまあ、家宅捜索の令状を許可出すの、検事なんですけども、検事もですね、納得できる理由がないと令状を出さない、だから令状、家宅捜索の令状を出せるに足る証拠を警察が検事に持ってったんですよね。で、あ、これならっつってですね、検事だってほら、家宅捜索乱発してって評判悪くなっちゃうし、ギャーギャー言われるしね、何もかもひっくり返していくそうですから、これもですね、あれだって度合いがですね、事件によって違うんだって。窃盗とか、まあ、覗きとかの家宅捜索だったら、まあまあ表面撫でるだけなんですけど、これが殺人だの、誘拐だのだと、もう徹底的に壁だの、天井だの剥がしまくって、車もドアの内場に剥がされたぐらいにして、徹底的にやられるそうであります。試験です。2022年7月に初当選、2年間にわたりってあるから、当選直後から幽霊秘書を始めたんですね。ベンツ乗れるわけだな。これ第二公設秘書がですね、第一公設秘書の奥さんだそうであります。誰かいないんで、名前貸しくんないんで、じゃあうちの妻なんて話になったんでしょうか。これバレてなければ2028年まで議員やれてたのにね、6年間ね。議員辞職どころか実刑で刑務所もありますね、これね。控訴と上告、まあ最高裁まで頑張って2、3年頑張れますけれども、その間議員の給料もらえますけれども、どんな面して国会行くんだろうね。よっぽど面の皮が厚くなければ、まあ厚そうな顔はしてますけれども、厳しいわな。自民党はどっからこの人引っ張ってきたのか知りませんけど、次はないでしょうね。とうとうエッフェル塔見学の報告書、
出さねえで議員終わっちゃうのかな、この人。来年度の国の財政が8000億円程度の黒字に転換する試算が発表されました。これで国債借金しなくて済むってことなのかな。記事よく読んでもちょっと不明なんですけどね。世論です。信じないよ。また増税するのか。政府が儲かるってことは民間は絞り取られるってこと。せっかく黒字なら少しでも借金減らしとけよ。取りすぎだ、減税しろ。去年も取りすぎたとか言ってたけど、家の前の道路直してくれんか。気の毒ですね、この人ね。気の毒だな。福祉を外国人に食いつぶされてんの、どうにかしろ。ほんとどうにかしてほしい。利上げしたら黒字がパーなのでは。増税したい財務省はですね、国の借金ガーって言っていたいはずなのに、この発表はなんでだろうな。失われた30年で落ち込んだ税収と、景気テコ入れのための財政出動が減ったから支出が減って、税収上がって支出が減ったんでって、説明になっておりましたけれども、だったらですね、際限なく上がりそうな国保税の増税いらないね。際限なく上がりそうな気がするんですよ。数が多いですね。団塊世代が、そういう病気しがちな年に突入していくからね。むしろ余った分を減税してほしいな。リクルートワークス研究所、2040年に1100万人の働き手が不足する、朝日新聞社のアエラの記事ですんで、不足するから外国人を入れろって話なんでしょうか。世論です。小さい国なりにつつまやしくやっていけばいいだけ。そんなこと言っても移民はいらん。その頃は AI が埋めてくれるんだろう。仕事そのものがなくなるから大丈夫。アエラにリクルートの協力タッグじゃねえか。賃金不足はあっても労働力不足などは存在しないと。そうなんだよね。タクシーの運転手足りねえなんですけど、年収1000万で募集したらすぐ来るわね。減り続けていく人口と、減り続けていく需要に見合った供給量に調整されるから労働力不足にはならないですね。なんで16年後2040年も今と同じ仕事量があるって考えるのか不思議なんですよ。リクルートバカなのかな。人口が減れば食べるものも減るしサービスも減りますよね。タクシー足んねえなんて言ったって、タクシーの台数今より必要なくなりますよね。人口減るんだからね。リクルートアエラの協力売国タッグに騙されてはいけません。人口減って需要も減だから、大丈夫なんだわ。企業数も、会社もですね、儲かんねえ会社は潰れて、会社の数も人口に見合ったものに、調整されていくんでしょうね。自然にね。政治が余計なことしなければ、政治がですね、潰れて叱るべきの会社をいつまでも生かし続けるゾンビ企業って言うんですけど、なければ余計な真似しなければだんだん調整されてきますから大丈夫ですよ。今日の単身です。横浜市の京急百貨店で日本橋伊勢貞が販売したうなぎ弁当を食べた147人が下痢や嘔吐で1名死亡してしまいました。やってしまいましたな。亡くなられた方には謹んでお悔やみ申し上げます。戦後直後の1946年に発足ですから、78年、もう伝統があるですね、日本橋伊勢貞さんなんですけれども、今年多分戦後一番の暑さじゃない、今年。毎年毎年過去最高更新してますから、今年一番暑い。私の住んでる地域今日は37度でした。今まで大丈夫だった衛生管理の常識が、今までのやり方が今年はダメだった、暑くてって話なのかなって思います。高齢者の持ちの軸もですね、去年までは飲み込めたが、飲み込む機能が低下してて老化で今年はダメだったで多発しますからね。何にしても死亡者出てるんで、これから大変ですね。賠償とか謝罪とかね。名古屋市でタクシー運転手を殴って料金を踏み倒したトルコ国籍27歳が不起訴処分になってしまいました。そんなことするなんて、一体何ルド人なんだ。トルコ国籍って書いてあるけど何ルド人なんでしょうね。
不起訴の理由を裁判所は明らかにしてないが、まあ仲間がですね、あの被害者に何十万か何百万か渡してですね、被害届を取り下げてもらったのか、まああの大した怪我もなければ、50万100万渡されてこれでなんとかって言われたらそうかなんてなりますし、そのままあの強制送還になるから、裁判いらないなっていう話なのかは不明であります。外国人の不起訴条文が多すぎる。で、裁判所理由言わねえのがイライラする、理由言えよ。示談成立して被害届を取り下げたんでとか、そのままあの強制送還するんでとか理由言えよ。日本の司法は、赤になってばっかりいないでさ、頭おかしいよな。最高裁が今一番頭おかしいって、荒木田先生言ってました。昔はね、地裁が一番頭おかしかったんだけど、今は最高裁が頭おかしくてね、まああの年代的なものあるみたいなんですけども、若い裁判官はそんなにおかしくない。で、あの年齢が上の裁判官は頭おかしいってあのおっしゃっておりました荒木田先生がね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。